はい、ごちそうさまでございました。今日は生卵にプレダイス、プレアデス、ソーダ、このジュースをですね混ぜて飲んでみました。ついさっきこの英語の名前をですね読み方を調べたばっかりなのにもう忘れてしまう鳥頭でございます。大変申し訳ありません。で、このジュースはですね、味は三ツ矢サイダーにかなり似てるかなと思います。で、香りも三ツ矢サイダーに似てますが、三ツ矢サイダーよりも若干甘い香りがしますね。そういうジュースだと思っていただければ問題ありません。で、このなんかジュースのこうイラストっていうんですかね、デザインがいいですね。味があって。私もエッグアートに挑戦してみようと思ってますので、一流のデザインやイラストに触れることで勉強していきたいなと思っております。生卵50個との相性は、グーでございまして、非常に読みやすくなっておりますけれども、良い子の皆さんは絶対に真似をしないでください。TikTok で流れてきたのがあって、ウォーレン・バフェットさんっているじゃないですか。もう世界で有名な投資家の方ですよね。もう超大金持ちの。で、ウォーレン・バフェットさんって、現在持っている資産の 99% は、50歳以上になってから増えたものらしいんですよ。で、そうなんだと思うと同時に、要はね、複利ってすごいよねっていうことと、時間を味方につけることが、大切なんだろうと思うんですけれども、そういう人生って、どうなのかなと思うことも正直あって、生まれた時が一番貧乏で、死ぬ時が一番お金持ちって、なんかちょっともったいないような気がするんですよね。もうそれこそ死ぬ時はもう0円で、ちょっと前にね、ゼロで死ねっていう本も、ありましたが、死ぬ時はもう全部お金使い切って、もうそれこそなんか借金して、借金を残したまま死んでいくみたいなね、その方がむしろいいんじゃないかなと僕は思うんですよ。家族がいる人はね、自分の資産を誰かにこう、残すってことも大切なことなんだろうと思うんですが、私はね、もう今年30歳になりますけど、彼女いない年齢なので、生涯独身なんだろうと思うんですよ。で、家族とも絶縁してるわけじゃないですか、嫌われてるので、可愛がってくれてるおばあちゃんもいますが、なので私が、資産ないですけど、インデックスファンドにコツコツ積み立て続けても、あまり意味がないですよ。ファイアを目指すとかって言いますけど、ファイアを目指してる方いらっしゃると思いますが、そういう人生でいいのかなと思うんですよね。やっぱ若い時にお金を使ってなんぼっていうところもあるじゃないですか。小学生とか中学生の男の子って、今の子供たちのお小遣いの相場がいくらなのかわかりませんが、で、例えば3000円だとしますよね。中学1年生の男の子のお小遣いが月3000円。それをですよ、その子が、俺はファイアするんだと。ファイナンシャルインディペンデンスリタイアアーリーだと、もう40歳ぐらいでもう仕事を辞めるんだと、悠々自適に暮らすんだと。だからといってお小遣い3000のうち半分をですね、インデックスファンドにの購入に当てるとかってやっぱおかしいじゃないですか。僕からしたら中学生なんてもう欲しいゲームでもお菓子でも何でも好きなものを買えばいいのにって言いたくなりますよね。でも60歳とか70歳のおじいちゃんたちからしたら、20代30代がファイヤーを目指すとか言ってるのを見て、いやそんなもったいないことするなよと、人生一度きりだぞって思うのかもしれないんですよね。でも全部使うっていうのもやっぱおかしいと思いますので、やっぱこれも結局バランスの問題ですよね。だから毎月どれぐらい、1割ぐらいですかね、私は1割も回せてないですけども、定額のねコツコツ、ドルコスト平均法で積み立てていくっていうのが最適解なのかなと思っております。はい、ということで現場から以上です。